大阪大論とは、方向時代仏伝戦争供養会の出資について、呪伏せを主張する京都名堅持、非、小と不呪伏せを主張する京都名各寺、非翼との大論で、徳川家康が両者を大阪城で対決させた論争を言う。1595年10月13日、豊臣秀吉が主催した、方向時代仏伝戦争供養会への出資状が、奉行。 前田玄威から北家宗に届いた。その後、京都本国寺において、京都十六本山の会議が始まり、多くの北家宗の寺院は、豊臣秀吉の意向に逆らうことは、北家宗の破滅につながるとし、出資して、供養を受けることに決定した。ひよは、北家信者ではないと豊臣秀吉の供養会に出資して、供養を受けることは、北家宗の衆議に反する行為であるとして反対した。 1596年11月3日美翼は、北家衆州の衆議を破ることは、北家衆州を壊滅させることであるとして、豊臣秀吉に、北家・ケ、総伊佐尾城を提出して、京都明覚寺を出出らし、丹波小泉に出居した。1598年9月18日、豊臣秀吉が没すると、京都16本山が北家衆州の名義で、比翼は、公やの地位牌として訴えられた。 1600年1月6日美翼、秘書ともに、あらかじめ提出した訴状を読み、その結果、今朝、数珠を剥ぎ取られ、その後、秘翼は、対島に流罪となった。ありがとうございます。